2022年の3月から、現在学生ビザでアイルランドに留学して7ヶ月になります。23歳の西川慎二です。エリススクールの好きなところは大きく2つあって、1つ目が先生と生徒と、あと受付の方の距離が近いのと、あととても親身に相談に乗ってくれるというところです。まあ、仕事のことであったりクラスのことを受付や先生の方に相談すると、まあ、すごく親身に相談に乗ってくれるのと、あとすぐに対応してくれるのでとても助かっています。でもう一つ好きなところが、まあ、生徒の数もすごく多くて、なのでその他の国の方であったり、まあ、そういう方々とすぐ仲良くなりやすい環境が僕にとってすごいいい環境だと思っています。僕がアイルランドを選んだ理由は、まあ、英語力を伸ばしたいことと働くっていう両方を叶えたいときに一番簡単にビザを手に入れることができるのがアイルランドだったからです。まあ、僕がアイルランド留学を決めた理由は、英語力を伸ばすことと英語を使って働くっていう経験を積むためです。まあ、そのためにはビザが必要なんですけども、先ほども言ったように一番簡単にビザが取れるのがアイルランドだったからです。アイルランドには本当に南アメリカやアジアヨーロッパを含めていろんな国の方々が来るので、まあ学校ではもちろんなんですけども、職場もいろんな多国籍の方が多いので、まあアクセントを気にせず英語を話せたり、どんどん自分を積極的に英語を使える、また使いやすい環境がアイルランドにあるなっていうふうに思っています。エリスクールは個人的な相談をしても本当にすごく親身に話を聞いてくれたり、まあ生徒先生関わらず、まあ学校全体でフレンドリーな環境を作ってくれているので、まあ、英語はもちろんですけども精神的にもすごく楽しく勉強する環境があるかなというふうに思います。